皆さん、こんにちは、船歌雨の慕情などの名曲で知られる歌手の、八代亜紀さんが昨年12月30日に急速進行性間質性肺炎のため、死去していたことが9日、分かった、所属事務所が公式サイトで発表した。73歳、熊本県八代市出身。葬儀は8日に執り行われた、昨年8月28日にブルーノート東京でバースデーライブを行い、いつもと変わらない歌声で観客を魅了したほか、昨年9月9日には埼玉県熊谷市での公演、日の照間サクインテットにゲストとして登場していた。その3日後の同月12日に所属事務所を通じて、膠原病を患っていることを公表し、年内の活動を休止することを発表していた。誰もが一度聞けば忘れらないハスキーボイスの持ち主、歌が好きだった父親の影響で幼少時代から地元のコンクールに出場。ただ、ハスキーボイスがコンプレックスだったというが、父親が買ってきた米国のスモーキーボイスの女王と呼ばれた、ジャズ歌手ジュリー・ロンドンの歌声をレコードで聴き、自信を持ち、歌手を志す。16歳で銀座のクラブに立ち、幅広い曲を歌った。同じクラブで歌っていた歌手三谷健に後押しされ、芸能プロダクション入り、1971年に、愛は死んでもでデビューした、八代さんの持つジャズの要素とハスキーボイスが、どこかに悲哀を漂わせ、聴く人の胸を打ち、73年に、涙恋が大ヒット、79年の、船歌で地位を不動のものとした、翌80年には、雨の慕情で日本レコード大賞を受賞した、八代亜紀は、日本の演歌歌手、女優、タレント、画家。幼少の頃から父親の歌う老曲を子守歌代わりに聴きながら育つ、そうした影響もあり、八代は歌好きの子供になり、地元の歌唱コンクールなどにも出場していた。八代が小学5年生の時、たまたま父親が買ってきた、ジュリー・ロンドンのレコードを聴き、そのハスキーボイスに魅せられる。もともと自身もハスキーボイスの持ち主だった八代は、その声に若干のコンプレックスがあったが、ジュリーの性質に勇気づけられ、クラブ歌手になることを意識するようになる。八代市立第6中学校卒業後、地元熊本のバス会社九州産業交通のバスガイドとして勤務していたが、15歳で父親の反対を押し切り上京、音楽学院に通い、3年後銀座のクラブ歌手となり、スタンダードやポップスなどを歌った。同じクラブで歌っていた歌手に三谷健がいて、三谷から芸能プロダクションを紹介される。1971年に定地区より、愛は死んでもでデビュー、芸名の。八代亜紀の姓は出身地の八代市から取っており、語呂の良さから、八代という読みにした。本名である亜紀をより呼びやすい二文字亜紀とし、また漢字の亜紀としたのは、アジアで何世紀も活躍できるようにとの願いが込められている。読売テレビのオーディション番組、全日本歌謡選手権に出場して、10週連続勝ち抜きでグランドチャンピオンとなったことで、徐々にレコードが売れ始める。1973年に、涙恋が120万枚とヒットした後も、忍び恋愛一筋、女の夢ともしび、花水線もう一度会いたい、女港町愛の終着駅など、女心を歌った歌で次々とヒット曲を連発する。1979年に新坂一を開拓した初の男歌、船歌が大ヒットし、1980年に発表した雨の慕情で日本レコード大賞を受賞する。これら2曲は、港町絶唱とともに悪友、浜圭介、龍崎航路のコンビによる、愛恋三部作とされ、NHK 紅白歌合戦では2年連続大トリを務めた、ほどなくして演歌の女王と称されるようになる。1982年、センチュリーレコード移籍して、この頃からヒットスターからベテラン、歌手としての存在へと変わってゆく、海猫日本海恋せ川などを発表する。1986年に日本コロンビア移籍。1987年に個人事務所設立。1990年に、花束を発表。ポップス調バラードの同曲は八代の新たな一面を引き出し、演歌主体のファン以外からも支持されてロングセラーとなった。演歌歌手では珍しく全盛期の楽曲全てが連続ヒットし、女性演歌歌手の中では総売上枚数がトップである。オリコンのシングルチャートにおけるトップ10獲得作品数も通算7作で、2011年6月に水森かおりが8作連続シングルチャートトップ10を更新するまで、女性演歌歌手歴第1位を続けた。2022年10月に初のフランス公演を行うなど、ますます活躍の場を広げている八代亜紀さん。名実ともに演歌の女王として歌謡界に君臨してきた八代さんですが、長い歌手生活の中で病気に悩まされたこともありました。それはどんな病気で、原因は何だったのでしょう。テレビ番組の人間ドック企画で隠れ脳梗塞の疑いが見られたことや、ネット上に飛び交った、ろれつが回っていない、滑舌が悪いという声も気になります。2023年現在、八代さんは元気に活動しているのでしょうか。近況を追うとともに、性格が天然という噂や、たびたび挑んでいるダイエットについても見ていきます。八代亜紀さんは1991年の九州ツアーの直後に最愛の父親を亡くしました。そもそも歌が好きになったのは、父の歌う老曲を子守歌代わりに聴いて育ったからで、
ハスキーボイスのコンプレックスを吹き飛ばしてくれたのも、父が買ってきたジュリー・ロンドンのレコードのおかげでした。演歌の女王八代亜紀誕生の裏には、父、恵子さんの存在があったと言っても過言ではありませんね。しかし、ツアーを終えた八代さんを、頑張ったねといたわってくれた父は、その翌日に帰らぬ人に、あまりに唐突すぎて、父の死が受け入れられなかったという八代さん。間もなくスタートした長期公演は、千秋楽まで涙を見せることなく舞台を務め上げました。異変が起きたのは千秋楽の翌朝のことです。目が覚めて起き上がろうとすると天井がぐるぐる回り、ひどい吐き気に襲われました。病院で診察を受けると、医師の見立てはメニエール病、悲しい気持ちを押し殺し、過度のストレスを抱え込みながら仕事を続けたために、心身に負担がかかったのが原因でした。気を張っている時は風邪をひいたりしないのに、緊張の糸が切れると体調を崩すことがあるように、公演終了と同時に気が緩んで、ストレスが爆発したのかもしれません。八代さんは3日間の入院中、注射と点滴、飲み薬の治療を受け、退院後も1週間服薬を続けました。メニエール病のことをすっかり忘れていた10年後、再びめまいが八代さんを襲います。この時は人間関係のトラブルに悩まされていました。前回と同じく注射と点滴、飲み薬ですぐに治ったものの、以降は医師のアドバイスを守り、DHA や EPA を積極的に取ったり、ストレスをためないようにしたり、頭を急に動かさないように気をつけているそうです。2014年6月29日放送の駆け込みドクター。運命を変える健康診断で、人間ドックの結果、レッド判定が出てしまった八代亜紀さん、医師の解説によると、MRI 画像で白い影が認められ、隠れ脳梗塞の疑いがあるとのことでした。進行すると脳卒中のリスクが高まるため、要治療です。さらに詳しく見ていくと、八代さんは中性脂肪と悪玉コレステロールの数値が基準値をオーバーしていて、脂質異常症であることも明らかに、脂質異常症とは血液がドロドロになる状態で、動脈硬化、ひいては脳梗塞、心筋梗塞の危険性を高めます。動脈硬化の予防には、魚の油に含まれる EPA を積極的に摂取すること、オリーブオイル、エゴマ油、アマニ油も効果的なのだそう。番組では、動脈硬化を予防改善するためのふくらはぎ体操も紹介されました。ふくらはぎは足の血液を循環させる、ポンプのような機能を持つため、ここを鍛えることで一酸化窒素の分泌が活性化するそうです。一酸化窒素には動脈を広げて柔らかく保ち、血管を蘇らせる働きがあります。ふくらはぎ体操のやり方は簡単で、床に座って両脚を前に伸ばし、つま先を自分の方に向ける、伸ばすを繰り返すだけ。この繰り返しを2分間、1日3回行えば良いそうです。テレビ番組に出演している八代さんの路列が回っていない、喋り方がおかしいという感想が、目立ち始めたのは2012年頃のようです。言葉が聞き取りにくい、特に他行が綺麗に発音できていないと、心配した視聴者は多かったようですね。2021年11月に公式チャンネルにアップされた動画を見ても、やや滑舌の悪さを感じます。発声が不明瞭になる原因としては、脳血管疾患や歯の不具合、そしてもちろん加齢などが考えられるでしょう。ですが、前述のように脳梗塞予備軍ではあったものの、深刻な脳血管疾患を患ったという情報はありません。もともと八代さんはあまり口を開けて喋るタイプではなく、性質もハスキーなので、声が内にこもっているように聞こえる傾向はありますね。加齢によって滑舌が悪くなった可能性もありますが、少し安心できるのは、2023年の時点でさらに悪化しているようには見えないことでしょう。口述しますが、体調は上々と語っているところを見ると、ご本人にとってはさほど深刻な問題ではないのかもしれません。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。